こんにちは、よしこでございます。では今日はですね、ツナと白菜使って白菜とツナの旨煮を作ります。やっぱりね、ツナはね、ダイエットとかもそうなんですけれども、トレーニングされている方にもかなりいいんじゃないかなと思ってやっていきます。切り方はね、それぞれあるんですけれども、まあ僕が結構ね、好きなのは結構歯ごたえが大事です。細かく切らないで歯ごたえを残すようにちょっと大きめに切った方がいいです。こんな風にね。はカットしました。はいはいはい。では、あとは簡単なもんです。この中に白菜入れちゃいます。下には何も敷かず。で、ツナ缶2缶使います。はい、あとは火にかけて、できればね、弱か中ぐらいにしてもらって、塩もちょっと振っときます。これで水分が出るので。時々ね、様子見て、こうやってちょっと混ぜていただくと、下が焦げずに済みます。かなり汁が出るようになりましたね。味をもう少し足していきます。で、パルスイート2杯、あとはね、好みでね、醤油とか入れてもいいですけれども、これで食べていきます。はい、では大栗のスイいただきます。よし、いただきます。うん、あ、うまっ。何がって、出汁がすっげー美味しい。うん、無水でやったからか、うまみがすごいわこれ。まあ美味しい。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。美味しかったけど、まだちょっとお腹減った。これでも食っとこう。豆腐なんで、くん、なんで来たん。豆腐やで、君ら豆腐好きなん。あー、豆腐やぞ。うん、うまっ。豆腐を狙ってる、豆腐を狙っとる。いかがでしたか。今日は白菜とツナの旨煮を作りました。あの、タンパク質も多いし、やっぱり油も一切使ってないんで、お惣菜としてはかなり上等な部類ですよ。もうぜひ作ってください。で、パルスイートも絶対あった方が美味しさ増すので、味がしっかり出ます。今回適当料理、適当だけど激アツな料理を作りました。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。